うございます、本日もですね、今から平凡な一日をやっていきたいなと思います。現在が、10時42分というところで、ちょっといつもより遅いんですが、今から寝ていきたいなと思います。まあ、今日はこんな感じの、なんかもうもさもさなって痛んで、もうどうなってるかわからないような髪型なんで、めちゃくちゃ大瀬さんが嫌がってるとは思うんですが、はい、まあ、とりあえず寝ていきたいなと思います。はい、今日はおやすみなさい。おはようございます。今日はこんな感じですが、もう最近は寝癖よりもなんか髪の毛の痛み具合の方が気になってきて、なんかこれ1本だけ立ってますね。今日はちょっと遅くて8時20分なので、ぼちぼち用意していきたいなと思います。用意していきます。本日のスタイルはお土産 T シャツとこのショートパンツです。このお土産 T シャツはですね、全然柄はかっこよくないんですが、めちゃくちゃ着心地がいいのでよく着てます。では洗濯干していきます。それではですね、今からはこのスタイルは朝散歩スタイルなので、朝散歩に行きたいなと思います。今日お話しする内容はライブをしますみたいな内容をお話しすると思うので、その話をしに行きたいなと思います。いつも通りセブンイレブンにコーヒーを買いに行くんですが、よくこうやってカメラ向けて喋ってたりしたら、めちゃくちゃいろんな人に見られて、恥ずかしくないんですかとかって結構聞かれたりするんですけど、まあ、結構見られるのは見られて、通りすがってから僕が見てないとこでカメラを見てたりとかすることあるんで、もう僕は全然いいんですけど、なんか多分気になるんやろなと思って、こうやって一人でカメラに向いて喋ってるってこう違和感あるじゃないですか。だからなんか あいつチューバーやみたいな感じでは見られたりはするんですけど、まあそんなももう慣れてしまえばなんてことないんで、このカメラの向こう側に見てくれてる人がおると思ったら特に気にすることなく撮ってます。たまにこうやって撮ってる最中に横から声かけられることはたまにあって、お兄ちゃん何してんのとかで声かけられたりすることあるんですけど、そこはもうバッサリカットさせてもらってるので、皆さんにはちゃんと出来上がったものをお送りしてますが、バッサリカットしてるところはもうしっかり世には出ないように排除してますので、ご安心ください。ではコーヒー行きたいなと思います。朝散歩終わりました。いや、なんか梅雨入った割には晴れてますね。でもここ1週間はずっと和歌山は波ないみたいなんで、サーフィンは行きませんが、来週波があればいいなと思います。でもそんなことより家帰ってから編集しやなあかんものがいっぱいあって、朝散歩今のやつで、この平凡な一日もやらなあかん。でさらには服の紹介の動画もある。そして鳥取の動画が2本あるという感じで、たまりにたまって、まだまだ撮影するやつもあるし、撮るやつ編集するやつもあるんで、まあ、頑張っていきたいなと思います。はい、それではですね、ちょっと遅めの朝ごはんです。もう今日はタコズキッチンズのめんどくさいから、もう味噌汁と白ご飯と海苔。11時22分というところで、ほんまやったら整骨院行こうと思ったんですけど、ちょっとよう考えたら編集めちゃくちゃあって、こんなん整骨院のんきに行ってる場合ちゃうわって今考えたら分かったんで、まあ今からちょっとオフィス行こうかなと思いますが、その前に先にセカンドチャンネルを1本撮ってオフィスに行って、今日はちょっとこもるかもしれないっていうぐらいちょっと編集頑張ろうかなと思います。で、もう疲れたらやめますなので頑張れるとこまで頑張るので、ちょっと今日はのんきにそんな整体行ってる場合じゃないなっていうことに気づきましたので、はい、今からセカンドチャンネル撮っていきます。ただいま昼ぐらいなんですけど、オフィスに行きたいなと思います。最近ハマってるのがジムでサウナにハマってて、なんか風呂入りに行くっていうよりかサウナ入りに行くような感じで、オリラジの中田あっちゃんが出してる動画に藤森慎吾さん相方の方が出てて、サウナについて語るっていう動画があって、僕それ見てサウナめっちゃいいやんと思って入ったことなかったんですけど、最近サウナにハマっております。実はですね、こっそり本に向けて、本の出版に向けて毎日コツコツと積み上げてはきてるんで、まあ、ちょっとどうなるか分かりませんが、今のところ頑張って書いてます。自分が経験して感じた考え方とか、
まあ、そういう経験の話とかを書ければいいかなと思って、まあ、コツ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 書いてますが、まあ、自分もちょうど振り返るタイミングになるのでいいなと思って書いてますが、今日はもうこっから行けるところまで編集して、でもう無理になったらもうちょっと今日はもうそれ以上やらないって感じなんですけど、その代わりその行けるところまではちょっと全力で行こうと思ってるので、ファミリーマートでお弁当買ってご飯食べて、でそのまま全力で編集したいなと思います。ではちょっと今日は本気の卓造で編集してまいります。はい、それでは、帰ってきました。ただいまがですね5時10分というところで、昼からで動画メインチャンネル3本作って、服トップス紹介で、サーフィン友達と行ったやつで、朝散歩作って、でちょっと今この見てもらってる平凡な一日もカット編集だけはしたっていう感じで、でその間にセカンドチャンネルも1本上げたんですけど、まあ、なんでこんな頑張ったかって言ったら、明日が嫁蔵と一緒に神戸にデート行くんで、丸一日編集多分できないと思うので、もう今日のうちにパパと仕上げようと思ってガーッと一生懸命やったのでめちゃくちゃ疲れましたが、無事終わってホッとしてます。なので今からは、5時15分ですが、まずご飯食べて、そこからジム行って、で、そのジムが終わった後サウナですよね、最近ハマってるサウナに入ってっていう感じで思ってます。では、今からはちょっと休憩だけしてご飯食べたいなと思います。それでは本日の僕の、晩ご飯がこちらです。じゃん、嫁さんに作ってもらいました。ではですね、食べたいなと思います。いただきます。ではですね、ただいまが6時半なので、ぼちぼちジムに行きたいなと思います。今日はちょっと嫁蔵を待たずに先に行って、ちょっと筋トレしようと思います。行きます。はい、それでは到着しました。今からちょっと追い込んできます。ちなみに最近頑張ってるのはランニングを特に頑張って、あとベンチプレスも頑張ってるので、まあちょっと追い込んできたいなと思います。では行ってきます。今日も相変わらず頑張って追い込んで、で、そこから風呂入って、サウナできっちり整ってきてですね、もう完全に決まってきた状態で、もう意識はあるんですけど体がボーっとしてる、もう整った状態を体感して、で上がってから体重測ったら、僕いつも65キロって表記してるんですけど、気づいたら66キロ1キロ太ってて、太ってたなと思って殺傷してるんですけど、まあこれからも変わらず65キロ表記の方がかっこいいので、65キロって表記していきたいなと思います。で、その体重計の横側に、なんかヒサロがあるんですけど、そのヒサロのところが結構最近ずっと稼働してて、どんな人が焼いてんやろうな、僕ずっといつも気にはなってたんですけど、なんかまあそんなに真っ黒な人ってあんまいてないんですけど、今日僕パーって体重測って、でその稼働しててまだ横で、あ、ヒサロ稼働してるわと思って、僕服脱いで入ろうと思ったらもう稼働しなかった、あ、もう中入り合ったんかなと思ってガラガラってセント開けてパッて見たら、びっくりするぐらい真っ黒な人が一人おって、絶対この人がヒサロ使ってるやろなっていうぐらい黒い人がおったんで、まあ多分筋肉もムキムキだったんで、なんか大会とか出るんかどうかわからないですけど、なんかもう点と点が線になった、あいつも稼働してたなヒサロで、目の前の真っ黒な人、これもうイコールに繋がってたんで一人で笑けてきて、こっそり一人で笑ってました。で今からですね一旦家に帰りたいなと思います。ちょっと友達が今度登山するらしくて、ノーセースの服を貸してあげることになって、今ノーセースの服を取りに帰っております。こういう時になんか友達にノース系 YouTuber がいるっていうのはいいですよね。実はその渡す友達はマリオくんなんですけど、ちゃんと袋もノーセースにしてますので、袋もノーセースにして中身もノースの手袋とか、あとゴアテックスのパンツ、アルパインライトパンツ、ゴアテックスのクライムライトで、スワローテール弁当、まあ、一応4着軽くでいいって言って、インナーとかはないでって言ってるので、これを渡したいなと思います。でオフィスにあと10分後に集合なんで、ぼちぼち歩いていって、そこで最後お別れしたいなと思います。最後マリオ君に、ここを渡して終わりという平凡な一日でした。以上で、見てもらってありがとうございました。